マルサマトルーフはエジプトの港湾都市。地中海に面し、マトルーフ県の県都である。アレクサンドリアから西に2 4 0トルエジプトトリビアの国境近くにあるサルームからは東に2 2 2トルの地点に存在する。ナイルデルタからリビア国境に向かう幹線道路上に位置し、 また西の砂漠にあるシワオアシスや南の砂漠にあるバハレイアオアシスへの幹線道路が分岐している。古代エジプトからアレクサンドロス大王の統治期にかけては、この街はアムニアの名で知られていた。その後、プトレマヨス朝並びに、ビザンツ帝国統治期にはパライトニオン、ローマ帝国期にはパートニウムの名で呼ばれていた。マルサマトルーフは有名な観光地であり、 ヨーロッパ人やカイロ市民が休暇を過ごすリゾート地となっている。こうした観光客はマルサマトルーフ空港からやってくる。この街は柔らかい白い砂浜と穏やかな透明な水を観光の目玉としている。海岸は沖合にある軽船舶が通行可能な小さな開口部を備えた岩礁が天然の防波堤となっており、外目から保護されている。 この都市は古代エジプト時代に小さな漁村として始まり、紀元前1200年頃のラムセス2世時代の寺院の遺跡が存在している。アレクサンドロス大王の時代にはアムニアと名付けられた。プトレマイオス長期にはパライトニオンと呼ばれていた。ローマ帝国がエジプトを占領するとこの地はパートニウムと呼ばれるようになり、エジプトの作物を戦績して、 ローマへと送る貿易港として反映した。第二次世界大戦中はイギリス軍のバグッシュボックスが市の東に建設された。1936年2月に深からの鉄道線の延長が完了してから、マルサマトルーフはエルアラメインを通過する単線鉄道のターミナルとなった。欠片の気候区分においてはマルサマトルーフは砂漠気候。 その中でも高温砂漠気候に属するが、北に広がる地中海から吹く風は、エジプト北海岸のた都市と同様に気温を適度に和らげ、夏に適度な暑さをもたらし、冬には適度な降雨をもたらす。冬季には、冬雨や氷が降ることもよくある。全般に夏は暑く乾燥しているが、冬は雨、または曇りの日が多い。マルサマとルーフ及びポートサイドは、 エジプト国内の都市やリゾートの中で最も夏の気温が涼しいものの他の北部海岸の都市に比べて大幅に気温が低いというわけではない。しかしマルサマトルーフはじめラファ、アレクサンドリア、アブキール、ロゼッタ、バルテム、カファルエルドワールといった北部海岸の都市はエジプトにおいて最も高雨量の多い都市となっている。別のデータではより多くの降水量と 安定した気温を示している。ありがとうございます。